それでは、市民社会化する家族、第4段落の解説を行います。ここも、第3段落に続いて、起承転結でいうと、天の部分にあたりますので、筆者の問題意識がはっきり現れている部分になります。それでは見ていきます。今私たちは消滅しつつある家族の段階にいる。この過渡的家族は、 と続きます。第三段落で見た通り、近代の家族というのは、封建的家族から家族の消滅への過渡的段階にあるということでした。そして、その消滅の理由としては、市場社会の効果を被っていること。これが理由として挙げられます。これを、 ゲマインシャフトの典型であった家族がゲゼルシャフト化しつつあると筆者は言い換えていますゲマインシャフトとは自然的直接的に打算なしでつながる共同体つまり血縁家族あるいは同じ地域に生まれたといった地域社会などを意味します一方ゲゼルシャフトとは利益を中心として人々がつながる社会 えつまり会社や営利企業などを指します。今、家族が本来ゲマインシャフトであったものがゲゼルシャフト化しつつあると言っているわけですね。だとすれば、親子の関係というのも単に生物学的に親子であるだけで実際上はもはや市民的人間関係になってしまっていると言えるわけですね。 さらに続けると子供はもはや小さい市民としてみなされ強制されていく。それがゲゼルシャフト化した家族ということになります。この部分は言い換えですね。これが家族のデモクラシー化ということになるわけです。では次の形式段落です。けれども、 家族のモダン化やデモクラシー化は途方もなく恐ろしいことではないのかという形で家族が市民社会化していくことの問題点をここから述べようとしています家族が市民社会化することは家族の中に市場経済の法則を貫くことであるわけですそしてそれを言い換えると貨幣と資本の心理学が人間関係を先導するということになります 本来であれば、家族の中に働く心理学とは、愛情や思いやり、慈しみといったものであるはずです。しかし、地上経済の法則に貫かれた家族の中では、貨幣と資本の心理学が人々の行動を導きます。わかりやすく言うと、あらゆる行為、あらゆる関係の基本がお金になっていくというわけですね。そして、その弊害として、 子供たちは真の意味での子供時代を経ないで市民たることを強制されるということになるわけです。それは、市場経済の起きては万人の万人に対する戦いであるというこの表現につながっていきます。市場経済、市場社会においては、みんなが利益をめぐって愛争う関係になるわけですよね。それが家庭の中に持ち込まれてくる。 この闘争状態が今や家族の中に現れるというわけです。未開社会では、親と子は緊張関係にあった。えー、要するに近代社会になる前もそれはありはしたんだ。しかし、祖父と孫との関係は冗談関係であり、家族全体の緊張関係を解消する装置になっていたというわけです。ですので、 どんな家族であっても何らかの闘争状態をもともと含んでいるものであるが、老人の力によってそれを抑制してきたというわけですね。しかし、近代的家族はどうでしょうか近代的家族には老人がすっかり排除されていますので、この暴力化を抑える歯止め装置としての冗談,冗談関係はもはやありません。ですので、この闘争状態は もはや抑制の効かない暴走した状態になっていくわけですね。そのことがこの形式段落に書かれています。子供が子供として育ちうる空間を保障しなければならない。そうしなければ、私たちは人類史上最も暴力的な社会段階に突入していく。と、これまた第三段落に続いて恐ろしい予言になっています。ちょっとここまでをまとめてみましょう。 家族がモダン化すること、デモクラシー化すること、市民社会化することは、すなわち家族の中に市民社会の法則が貫かれることでした。こうなると、家族の中に闘争状態、万人の万人に対する戦いが持ち込まれてくる。それは子供時代の喪失を意味しました。かつては、それを抑止する祖父という存在があったわけですが、 近代化によって核家族化し、この歯止め装置はもはや失われた。この闘争状態の抑制をかけるものはもはやなくなっている。これがここまでの筆者の意見のまとめということになります。では後半です。では次の形式段落に進みます。近代生徒は子供たちを大人としての市民に加速的に仕立て上げることである。 他方では老人たちを社会から排除していくことである。ここには奇妙なパラドックスがある。パラドックスとは逆説、辻褄の合わない考え、矛盾ということができます。ここに見られる近代性のパラドックスとは何かそれは、子供たちはできるだけ早く大人になり老人になるのに、老人を排除しながら 同時に加速度的に老人を生産しようとしている。という、この点を指します。ちょっとまとめてみると、近代性の奇妙なパラドックスとは、子供をできるだけ早く大人として市民に仕立て上げ、老人にしていく一方で、その老人を社会から排除していく。社会から老人を排除しながら、一方で子供たちをできるだけ早く老人に仕立て上げる。という、 こここのの矛盾のことを言っているわけですね。現代は子供や老人だけでなくあらゆる世代にとって必ずしも幸せな時代ではない先ほどの形式段落では子供や老人について見ましたがそれだけでなくあらゆる世代にとって幸せではないと言っています子供老人以外の世代つまり普通の大人世代を指しますね 社会生活を中心的に行う世代、担う世代ええ、つまり大人世代のことです。この世代にとっても幸せではないということを今から述べていきます。加速度を増す高度技術に事故を純化することに疲れ果てており、この世代の漏水化の速度はどの時代にも増して早いとあります。純化とは慣れさせること、適応させることです。 つまり、大人たちは自分を加速度的に技術が高度化していくこの社会に順化、適応させることに疲れ果ててしまっているというわけです。これは非常に思い当たることが多い言葉ですね、えー。携帯電話、スマホ、パソコン、リモート、オンライン、いろんな技術が学校にもたくさん入ってきていて、正直先生たちとしてもそこについていくのがやっと、 という感じは否めません。そして、そこについていけなくなった人は、老人として、この時代の中心を担う世代から排除されていくわけですね。そのことを、この老衰化の速度が速いと表現しています。まとめていくと、市民社会の速度は必然的に家族内の生活リズムを決定していく。 なぜならば家族も市民社会化しているからですね。市民社会の速度がこのようにギュンギュン上がっていくと家族内の生活リズムもどんどん速くなっていくというわけです。はい、ここですね。家族の市民社会化の速度はひたすら上昇する。理念としての家族はもはや存立しようもなくなっている。もう市民社会にどんどん侵食されてしまっているということです。 最後にそれを比喩的に言ってまとめています。市民社会による家族の植民地化はまさに完成しようとしている。植民地というのは、例えばかつてイギリスがインドを植民地にしたように、フランスがベトナムを植民地にしたように、本土から離れた場所を支配下に置くことを植民地化と例えて言うことができます。ここでは、 市民社会が本来の領地ではない家族の領域を支配しようとしていることをこのような比喩表現で言っているわけです。ということで、第四段落は非常にちょっと複雑な段落だったかもしれませんが、家族が市民社会化していくことの問題点を列挙していました。え繰り返し主張してみて、それをまとめ直してみてください。